旅行会社テルミクラブ、東京都渋谷区が販売した海外旅行ツアーの航空券が発券できなくなっている問題で、同社は27日、東京地裁に破産申請し、同地裁は手続きの開始を決定した。8万から9万人が、今後出発するツアーなどの代金を同社に支払い済みで、総額は約100億円に上る可能性があるという。山田千加子社長らは同日、都内で記者会見し、多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ないなどと謝罪した。資金調達の見通しが立たず、事業継続は不可能と判断したという。会見で同社側は、予約客から代金を受け取った後、大半は渡航先のホテルなどに支払っていないことも明らかにした。その結果、客がホテルに宿泊できない恐れがあり、山田社長は渡航しないことを強く勧めると述べた。山田社長は返金について日本旅行業協会と協議を進めるとしたが、具体的な見通しは示さなかった。観光庁によると、今回のケースで同協会の弁済業務保証金制度を活用した場合、返金総額の上限は1億2000万円だという。民間信用調査会社、東京商工リサーチによると、負債額は約151億円に上る見通し。旅行会社としては過去4番目の規模という。返金などに関する問い合わせは、テルミクラブの専用ダイヤル、03.3499.7555、同協会弁済業務委員会事務局、03.3592.1252、